かかなこさん。そうね、ちょっと今日初めてライブデビューした、始まったライブデビューしたかなこさんですけどもね、リズム感も控えてて、次の曲もノリノリでやってると思います。ということで、いざ止まって次の曲はスパイスという曲です。皆さん、楽しめたばかりでごめんなさい、遅くなってしまったと思うので、世界で気持ちとして温まっていただけたらなと思います。それでは、この曲をみんなで一緒に楽しんでいきましょう。Let's do it.